鉢植えの霊孔の綺麗孔は、未完化の常緑樹で、柑橘類であり、タンゴール類の一種である。1984年に農研機構において、タンゴールの清ミとアンコールナンバー5を掛け合わせたものに、タンゼロ、マーコットナンバー3を交配し、育成された中性のタンゴールであり、2005年12月に品種登録された。霊孔の中でも、 樹上で長く実らせさらに貯蔵を行いサンドを抜く、栽培法を行ったのが、和正木である。花粉がなく、多品種の花粉により受粉されなければ、無核となる。棘は多いが樹齢とともに減少する。収穫期は1月中下旬で、清見、瀬戸か、より早熟である。果実は、平た円形で200から3 0 0ム程度、単ゴールタイプとしては、比較的大玉である。 仮面は滑らかで美しく、下皮は非常に薄く色も赤だいだ色を呈している。上のうまくはやや厚いが荷重が多く、オレンジ、マーコット甲の混合したような方向があり食味は良好である。浮き皮や劣化の発生も少ないが2月を過ぎると浮き皮が発生しやすくなるので、収穫が遅くなりすぎないように注意が必要である。 日本における2010年の収穫量は270トンであり、そのうち約60%が佐賀県で生産されている。ありがとうございます。